かっこよすぎません？何これ。普通になんか負けた気がする。皆さんこんにちは、五十嵐美希です。さあ今回は2022国際ロボット展の様子をお届けしようかなと思います。さあこちらはサービスロボットのエリアなんですけれども、もう見てるだけでもなんかいろいろな機械が動いておりまして、とってももうなんかムズムズうずうずしてきたので、ではちょっと気になるのを突撃してみたいと思います。自動運転のロボット、なんと自動運転のロボット、こんな可愛いフォルムであるんですね。ちょっとの乗っていいことなんで乗ってみたいと思います。失礼します、ありがとうございます。なんかすごい可愛いですけど。なんか画面があって地図とかが書いてあります。あ、すごい。あ、なに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 、動いてる動いてる。すごい。あ、可愛い。なんかおお、なんかこれでこのまま展示会回ってもいいですか。私どっかに連れてかれるみたいなんですけれども、これで地図を設定するとそこに向かうみたいな感じなんですか？そうなんです。全部自動的になります。あ、そうなんですね、はい、すごい。しかもなんか乗り心地がいいんですよ。なんかね、これはどういうところに応用されるんですか？今は月島駅という月島駅のその辺ですね。実証実験をやっているんですので。あ、そうなんですね。はい、はい、でこの後はだいたい3月末ですね、花見、イベントというのがありましてて、はいはい、でそのから川沿いのところにこれを全部自動的に走ったりしています。はい、それ楽しいですね。すごい、はい、ぜひ、はい、お越しください。ね、皆さんもぜひ行ってみてください。これに出会えますよ。はい、ぜひ。びっくりした。ビッグフラッフィーと申しまして、こうやってカチカチと手を叩くだけの極物ロボットでございます。なんかいい言い方あるでしょ。言うよね。かわいい。普通になんか負けた気がする。いや、なんか本当に異世界ですよね。皆さんなんかね、そういう商談とかでいらっしゃってますけども、やっぱ子供たちが来ても最先端のロボットに触れるにはなるのかななんて思ってます。こうやって歩いてるだけでも楽しいですよね。ね、やばくない？あれディズニーランドみたいだぞ。すごい。やばくないですかこれ。何これ。これかっこよすぎません？何これ。やばくない？すごい。すごい。なんだろうこれ。人機一体、産業用ロボットゾーンということなんですけれども、ちょっとインパクトがありすぎて。このような動きができるのは、零式電機バージョン 2.0 の両腕が力制御により動いているからこそです。
いやすごい迫力でしたよね。こちら霊式神器 2.0 のなんとコックピットに乗っていいよということでなかなかねその体験できないんですけれども、ちょっと特別にということで行ってみたいと思います。いやなかなかこんな機会なくて、ちょっとすごいドキドキしてるんですけれども、今ここが、操縦席みたいな形で、ここで操作することで、あちらの、すごい高いところにまで行けるようなロボットが動くということですね。そしてこれもすごい、これ操作これでやるってことですよね。ねすごい、いろんなボタンがある、かっこいいここにボタンが大きいのと小さいのがあって、あとこれがなんか握れるようになってるんですよね、こういう感じで。いやーだいぶこっからでもなんか迫力があるんですけれども、はいはいはい、あいいですか、ありがとうございます。すごいこれロボット目線なので今すごい高いところから、はい、じゃあ右、わあすごいすごいすごい、いやーなんか皆さんをこう 見下ろしてる感じが明日、はい、わかりました。うわ高い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 すごいめっちゃ高いですね。そしてなんかみんなが私に注目している上も、おーすごい、いやーこれはすごいですね、ありがとうございます。基本的には人が操縦するロボットなので、はい、そういった臨機応変な判断が必要な、なるほど、現場の判断が必要な、はいはい、まさに工事現場、はい、インフラメンテナンス、はい、あとは災害現場とか、はいはい、そういうところでの運用を考えてます。あそうなんですね、すごいなんか多様な場所で今後活躍していきそうですね。そうですね、いわゆる普通ロボットっていうと工場の中でずっと同じ作業を繰り返すっていうのがみんなのイメージなんですけど、我々のロボットは人が操縦することによって臨機応変にいろんな作業ができる、人がロボットの力を自由自在に操れる、そういったロボットを目指しています。だって目線も本当ロボット目線なので本当になんか自分がロボットみたいな感じに、はい、感じたんですけど、操縦されてますよね。どうですか実際操縦されてみて。楽しいもう今のが聞きたかったです私もすごい楽しかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで2022国際ロボット展回ってまいりました。今回の動画ではサービスロボットのエリアに突撃しましたが、いやもうなんか本当に少しの時間しかいなかったんですけれども、異世界に行ってきたようなこの心の満足感がすごかったですね。とにかく皆さんのいろんな発想が実際に形になっていて、それが間近で見れる、それがすごいこの展示会の面白いところだなというふうに思いました。これからもいろいろな分野で発展されていくことがとっても楽しみです。こちらは毎年開催されているようですので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。そして今回ご紹介したロボット、そして企業、気になるものがありましたらぜひ皆さんの方で調べてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。